FA チャレンジトロフィーはイングランドで行われている男子サッカーのカップ戦。1969年創設。イギリスのフットボールアソシエーションの名を冠に FA トロフィーと通称される勝ち残り式トーナメントである。イングランドのサッカーリーグにおける5部相当から8部相当のリーグに所属するクラブによって争われる。つまり、 セミプロのフットボールカンファレンスの前2部、ノーザンプレミアフットボールリーグの前2部、サザンフットボールリーグの前2部、イスミアンフットボールリーグの前2部が参加する。創立の1969年当時、プロリーグに加盟していないリーグ外クラブのうち、選手に給与を払うセミプロのクラブには、FA アマチュアカップへの出場資格がなかった。年月を経ると、 資格要件が何度か見直され、2008シーズンから、ナショナルリーグ制度のステップ14に参戦する、クラブを受け入れている。言い換えると、イングランドのリーグ制度イングランドサッカーのリーグ、構成全体に照らして5部8部のクラブに資格がある。ナショナルに加え、地域別のサザン、イスミアンと、ノーザンプレミアの、各リーグを総括する、ナショナルリーグ、サザンリーグ、イスミアンリーグ、 ノーザンプレミアリーグからクラブが参戦する。決勝戦はウェンブリースタジアムを会場にしており、初回から同スタジアムの改修期間が始まる2000年まで固定され臨時に使った競技場から2007年には古巣に戻っている。FA トロフィーの最多獲得クラブの座はワーキングウォーキングとスカボロースカボロー及びテルフォード、ユナイテッドテルファードユナイテッドが 同数の3回で並ぶ。2020-21シーズンの覇者ホーンチャーチは2021年5月22日にヘレフォードを破ってトロフィーを持ち帰った。エブスフリートユナイテッドのファンフットボールアソシエーションによる1969年の設立イトとしてこの試合はセミプロフェッショナルのチームに憧れのウェンブリースタジアムで試合をするチャンスを設けることが織り込まれた。 完全なアマチュアであれば、歴史の長い FA アマチュアカップを目指せるものの、プロフェッショナルリーグに加盟しない、つまり、ノンリーグのクラブが、アマチュアカップを目指したくても、選手に何らかの形で給与なり支給金を渡すと、規定に適合しないためカップ戦の参加が、認められないという背景があったからである。初代優勝クラブは、決勝でテルフォードユナイテッドを抑えた。 マクルズフィールドタウンである。その後の10年間、ノーザンプレミアリーグの所属クラブ群は王座を独占し、唯一のサザンリーグ敗下として、旧デルフォードユナイテッドがトロフィーを得ている。当トロフィーは初期こそ、すでに安定していた、アマチュアカップほどの評価を得られず時期を待つこととなる。FA は1974年、プロフェッショナルとアマチュアの違いを定めた。 公的規定をやめること、合わせてアマチュアカップを廃止すると公表。それから間もなくトートロフィーの登録クラブは300件に達した。加盟数は1991年にかけてじりじりと減り、120クラブ前後に落ち着く。その間、FA は1978年、トートロフィーの開催日を FA カップ決勝戦実施の直後の土曜日に移動した。以前は、 クラブリーグとの日程の衝突のせいで、トロフィーが得る、はずの名声は足を引っ張られていたが、その課題を解決しつつ、トロフィー決勝日までの選手の休養期間を伸ばした。マーティン・オニールは、ウィコム・ワンダラーズを、トロフィー2勝に導いた。サザンとノーザンの両プレミアリーグは1979年、新アライアンスプレミアリーグに収容され、 両リーグのクラブがトロフィーを独占した1980年代に1980-81シーズンのみバンクルワせがあった。格下のビショップズ・ストート法から予選ラウンドに参加し12試合を勝ち上がって決勝に進むとサットン・ユナイテッドを敗退させた。テルフォード・ユナイテッドは1989年の 優勝により、トロフィー3巻を達成した2番目のクラブとなった。トロフィーを複数回得たクラブは、1990年から2000年の10年間に3つ、増える。選手出身のマーティン・オニールは監督のキャリアで3、クラブ目のウィコム・アンダラーズを率いると2勝に導き、やはり元選手のジェフ・チャッペル、ジェフ・チャッペルは7年という、期間に、 キングストニアンに2勝、ウォーキングに3勝をもたらした。チャップル監督時代の成功を受け、マークス・ティームソンを監督に迎えた。グレーズ・アスレティックに続き、2007年には、転任先のスティーブ・ネイジ・ボロにトロフィーをもたらしており、3年連続で、トロフィーを手にした監督は初めてであった。アンブローは2001年時点で、カンムリスポンサーになり、2007から08シーズンに、 カールスバーグが勘となった。トロフィーの行方を決めた臨時会場のビラパーク決勝戦は伝統的に初回からウェンブリースタジアムで催され、その改修工事の期間は臨時にビラパークに移された。また他にウェストハムユナイテッドの本拠地ブーリングラウンドでも開いた。決勝戦は2007年に新装したウェンブリースタジアムに戻ると、 記録破りの観客53,262人の目前でスティーブ・ネイジがキダー・ミンスター・ハリアーズを下した。範例2004-05シーズンからスカイ・スポーツが FA トロフィーの独占放映権を得ている。2007年の契約公開により FA は2008-09シーズンから放映権をセタンタ・スポーツと契約する。2013年3月の記者発表でレクサムと グリムズビータウンの同年の決勝戦は S4C が放映すると公表された。2015FA トロフィー決勝の生放送は BT スポーツが担い、同社は翌2016年5月22日にも FC、ハリファックスタウン対グリムズビータウン戦をライブで放送、ダブルヘッダーとして模様された 2016FA ベース、ファイナルと両方を電波に乗せた。 カテゴリー FA カップ決勝ありがとうございます。